You, まあ今回ね、この U20 がね、まあ何をしに行くのかっていうとね、まあまたしてもタトゥー入れちゃうよねっていう話だよね。まあついにね、この U20 のね、もう腕はもう今日でね、もう全部埋めると、そのね、記念すべき日になるよねっていう話だからね。で、今ちなみにね、その予約時間に、まあ若干遅刻気味ではあるよねっていう話だからね。早速ね、店の方に急いで行こうと思います。さあ早速タトゥースタジオブラッディインクに入ったわけだけど、まあ今日はね、まあ先客がいてタトゥー今入れてるよねっていう話なんだけど、やっぱりねロックダウンになるとね、もうやることがなくなって、もうタトゥーをみんな入れに来るよねっていう話だよね。そして今ちょうど下絵の転写をねしたところなんだけど、まあ今回入れるのはね、まあこういう風に、まあ剣にねちょっと蛇が巻きついてるような感じのモチーフだよね。プラスこの赤と緑のところはね、まあ、追加で彫り師がね余白を埋めるために描いたデザインだよ。もうね今からどういう感じになるのかね、もう楽しみで仕方ないよねっていう話だよね。ただね今回非常に残念なことに、このベッドにねうつ伏せになってタトゥー入れる感じだから、入れてる時の映像がもう全く撮れないよねっていう話だよね。まあ、そこだけね今回ちょっと残念で仕方がないんだけど、まあ、ただね1段階ずつね筋彫りが終わった段階だったりとかで、まあ、タトゥーが完成するまでの過程をね、まあ、見せていければと思うよね。それでね、まあ、ちょうどここに死体がね飾ってあるよねっていう話だよね。さあさあ、そしてね筋彫りが完成ということでね、うん、もうね余白部分ががっつり埋まった感じだよね。いやもうねこれだけでも本当にねもう相当完成度の高さがね見て取れるよねっていう話だよね。まあここからねぼかしを入れていくわけなんだけど、まあ完成が楽しみだよね。さあさあ、そして途中段階までなんだけど、もう8割ぐらいのぼかしの入れが完成したよね。まあこの蛇のね、あの尻尾の部分ぐらいなのかなっていう感じなんだけど、ただ今回入れてるのは結構全体的に色味が濃いめだから、あの本当に特に塗りが濃い部分はもうすれにすれてかなり痛いよねっていう話だよね。ちなみに一時ねこの店を予約してだいたい掘り始めたのが1時45分とかぐらいからなんだけど、この時点で6時半近くを回ってて、もう実にね掘り師もこの俺も完全に体力勝負でしかないよねっていう話だよね。さあさあ、そして費やした時間約6時間弱とそれでねもうついに完成しちゃったよねっていう話だよね。いやもうねこの突き刺さってる感じがね完全に最高だよね。まあ、これでね右腕コンプリートしちゃったよねっていう話だからね、なんとなくこの達成感があるよねっていう話だよね。ちなみに全体を写すとこんな感じだよね。いや改めてねこうやって見ると本当にねもう感動だよねっていう話だよね。やっぱりねこれも彫り師のセンスのおかげだと思うから、自分にとって最高な彫り師と出会うっていうのは本当にね大事だと思うよね。ちなみに今回もお値段は1600リンギットだよね。まあ、無事ね、このタトゥーを入れてね、もう家に帰ってきたよねっていう話なんだけどね。うん、ただね、今回はもうこうやってね、うつ伏せになって、まあ寝てる状態でね、まあそのタトゥーを入れてたよねっていう話だから、施術中のね、映像だったりとかが、もう全く撮れなかったよねっていう話だからね。うん、だからね、まあ今回はそのタトゥーを入れてるシーンだったりとか、まあ外のシーンっていうのはね、もうかなり撮れなかったよねっていう話だからね、もう改めてこうやってね、部屋で喋るしかないよねっていう話だからね。うん。まあ、ただね、今回をもって、ようやくね、もうこの腕はね、もうコンプリートしちゃったよねっていう話だからね、右腕の空白部分は、もう完全になくなったよねっていう話だからね、なんとなくね、ゲームで言うね、全クリした気分にもうこの俺はなっちゃってるよねっていう話なんだけどね。今回タトゥーをね、入れたことによって、結構ね、他のタトゥーを入れてる YouTuber とかも、そのタトゥーとかについてね、ま、いろいろ語ってるとは思うんだけど、タトゥーに関してはね、まあ、考え方もね、これを見てるてめえたちにもね、
シェアできればと思ってね、まあ、この動画撮ってるよねっていう話だよね。多分ね、そのタトゥーを今までに入れたことがないやつだったりとか、まあその興味あってこれからね、まあそのファーストタトゥー入れたいっていうやつだったら、そのタトゥー一個一個に、まあいろんなね、まあ意味を込めて、まあ入れてるんじゃないかって思ってるやつが、まあ実際ほとんどだと思うんだけど、ただね、俺みたいにもうね、もう十何個も入れてるやつからしたら、意味を考えるのってマジで最初の一つか二つぐらいだからっていう話だよね。ではね、今回入れたタトゥーに関しては、まあ、こういう風にね、まあ、剣にね、蛇が巻きついてるような感じのデザインのタトゥーなんだけど、まあ、これはね、一応まあ、意味は当然あるっちゃあるんだけど、実際ね、俺としてはもうほぼほぼデザインだけで決めちゃってるよねっていう話だよね。だし、例えばその他のタトゥーとのバランスだったりとか、あとはね、かっこいいプリントデザインの T シャツだったりとか、例えばね、かっこいいアクセサリーだったりとか、まあそういうのを選ぶような感覚にもう一番近いんじゃないかなっていう話だよね。だからね、もうタトゥーもね、例えばその一つ目二つ目はね、めちゃくちゃ意味とか、まあそのデザインとかも含めて、まあめっちゃ考えるんだけど、ただね、それがもう三つ目とか四つ目とかね、回数を重ねるたびに、例えばそのインスタとかね、ピンタレストで、なんとなくタトゥーとかを検索してて、あ、これかっこいいなみたいな、そういうね、めちゃくちゃ軽いノリでタトゥー入れちゃうからっていう話だよね。だからね、そういう回数を重ねるたびに入れるハードルっていうのがもうどんどん低くなっちゃうからっていう話だよね。そう、だからね、まあ今回入れたデザインとかに関してはどういうのを入れようって決めたのはもうマジ5分とか10分とか本当にそれぐらいしかかけてねえからっていう話だよね。マレーシアで俺のね、タトゥーをいつもその入れてくれてるアリクっていうね、彫り師にまあ全て任せてるんだけど、モチーフとかをね、まあそのワッツアップとかで送ったら、それを完全にアレンジしてもうめちゃくちゃかっこいいデザインにね、もう仕上げてくれるよねっていう話だから、だからね、なんとなく入れたいモチーフが決まってるだけでね、その信頼できる彫り師がいれば、なんとなくこういうモチーフを入れたいなみたいな感じでサンプルを送ったら、それを何十倍ものクオリティのデザインにね、消化してくれるよねっていう話だから、やっぱりね、そのタトゥーアーティストとの信頼が一番俺は大事なのかなって思うから、だからね、そういうやつさえいればめちゃくちゃ気軽にね、そのデザインを決めたりだったりとか、まあそういうのもできるよねっていう話だから、だからね、どういうデザインにしようだったり、どういう意味を込めようっていうのはもう俺は実は全然考える必要はないんじゃないかなって思ってて、だからね、もっと本当に気軽にね、入れれるような、まあ環境だったり世の中にもっとね、変わっていってほしいよねっていう願望はあるよね。でね、まあその他のね、まあタトゥーを入れてる YouTuber とかが、まあそのみんな結構揃って言ってんのが、もう本当に入れるならね、まあそれなりの覚悟を持って入れろだったりとか、その慎重に考えた方がいいっていう風に、まあみんな言ってんだけど、ただね、この U20 の場合に関しては、もっとみんな気軽に入れろよっていう話だよね。例えばね、この U20TV を見てるてめえたちがね、まあ、少しでもこういうね、まあ、そのタトゥーだったりとかに、まあ、興味があるんだったら、それをね、実際入れないことには、どんなものかってわかんないものじゃん。だから最初はね、例えばそのプールに入れなくなっちゃうだったりとか、温泉にね、まあ、行けなくなっちゃうんじゃないかとか、まあ、そういう心配があって、でも、それでもなおね、興味があるっていうんだったら、まずはワンポイントのね、まあ、ちっちゃいタトゥーでもいいから、その興味をね、興味のままで終わらさないことが俺はね、実は大事なんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。なんでね、そういうふうに、気軽にね、もっと入れた方がいいのかっていうのを、まあ、説明すると、例えばね、そのスーパー銭湯には、タトゥーがね、その禁止されてて、まあ、入れなくなっちゃうだったりとか、例えばプールとかでもそういうのが禁止されてるとこって多いわけじゃん。だけどこれを見てるてめえたちだったりとかね、まあ今まだそのタトゥー入れてないやつがもうバンバン入れることによって、そういう社会のルールっていうのがもう変わる可能性があるからっていう話だよね。まあ要は何が言いたいのかっていうと、もう俺がね、全部タトゥーを見せびらかしたまんまスーパー銭湯だったりとかプールにね、もう行きたいからっていう気持ちしかねえからっていう話だよね。そう、だからね、もう単純にそれだけのためにね、もうこれを見てるてめえたちにね、もうバンバンタトゥーを入れるのをね、もうおすすめするよねっていう話だからね、どれだけ無責任で自己中の発言をしてるんだてめえはっていう話なんだけど、でもね、本当に社会がね、そういう風に変わっていくためには、今ね、やっぱりその日本でもタトゥーを入れてるやつって少数派なわけじゃん。その少数っていうのをもっと多数にしなきゃ、実際世界っていうのは変わらないわけなんだよね。だからね、そういうのを少しでも変えていくためにもね、今マイノリティな奴らの人口がどんどん増えていって、マジョリティになんなきゃいけないわけじゃん。
うん、だからね、まあそういう奴らが増えていけば増えていくほど、タトゥー入れてる奴とかに対する偏見っていうのも当然なくなっていくじゃんっていう話だし、うん、だからね、そういうので、例えばね、マイナスイメージとかも、まあ自然とね、なくなっていくのかなっていう話だからね。うん、例えば、その昔で言うとね、ピアスとかも絶対に昔ってめちゃくちゃね、やべえやつがやってるみたいな、そういうイメージだったと思うんだよね。例えば、60年代とかまで遡れば、そんなピアスしてるやつなんてほとんどいなかったわけじゃん。うん、なんだけど、でも今ね、そういうのがだんだんピアスをやるやつが増えて、それがマジョリティになってね、別にピアスを開けることに誰も何も言わないわけじゃん。うん、それと同じ風に、例えばね、これが10年後、20年後、どんどんね、今以上にそのタトゥーを入れるやつっていうのが増えていって、でね、俺はマジョリティになっていくんじゃないかっていう風に予想してるから、この U10TV を見てるてめえたちもね、本当に興味を興味のままで終わらしたら、かえってね、それが後悔することにもなりかねないよねっていう話だから、だからね、いろいろね、今現状としては不便があるかもしんないんだけど、後々それがなくなっていく可能性だって当然あるわけだから、うん、全然ね、俺は興味があるんだったら、もう普通にね、入れちゃえばいいと思うんだよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、外でね、撮るはずの動画はね、もうほとんど撮れなかったよねっていう話だからね、まあこうやってね、まあ部屋で今ね、この U10TV 撮ってるよねっていう話なんだけどね、まあ結構そのタトゥーに関してね、まあ熱く語らせてもらったよねっていう話なんだけど、本当にね、何事においてもそうなんだけど、やらずに後悔するよりは、やって後悔した方が絶対いいからっていう話だからね、うん、だからね、最悪ね、例えばタトゥーを入れたことで、その後悔したとしても、それはそれでね、もうてめえの人生じゃんっていう話だからね。うん、だからね、まあ、興味があることは、俺は実際やって損はないんじゃないかなって思うよね。うん、あとはね、まあ、そのタトゥー入れるメリットとしては、変身願望がね、もう完全に満たされるよねっていう話だから、うん、だからね、例えば、それでね、新しい自分に生まれ変わった気分とかにも当然なれるし、うん、だからね、そういう風に、メンタルとか精神がね、ちょっと弱いやつとかは、そうやってね、自分の皮を脱ぎ捨てていくことによって、自分が生まれ変わることによって、精神的に楽になったりだったりとか、何事にもね、そのもっと前向きになれるようになったりとか、まあ、そういうのも当然あるよねっていう話だから、だからね、今の日本では少なからずいろんなデメリットはあるのはもちろん事実なんだけど、ただね、それ以上に見えないメリットもいっぱいあるよねっていうのを、まあ、てめえたちはね、覚えててほしいよねっていう話だよね。うん、まあそんな感じでね、うん、またこういうね、まあそのタトゥーだったりとか、まあその自分語りに関してもね、またこの U10TV を通してね、まあてめえたちにね、お伝えできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、また NEXT U10TV でお会いしましょう。See you! 少しでも変えた状況 on the my way